ドイツの社会主義者。ドイツ社会民主党の創設者の一人、ケルン近郊のドイツで陸軍の歌手官の息子として生まれる。6歳の時に父を、13歳の時に母を失い、おばの家に引き取られ、1853年から千番校となる修行のため徒弟暴行に入る。1858年にシュパイヤーに職場を見つけ、さらにフライブルクに移り、そこで、 カトリック職人組合に加入。1860年までザルツブルクで過ごし、3月に母の故郷に戻る。1860年5月にライプツヒに移り、その翌年に職人協計組合に加入し、千番校として働きながら、組合内での活動により知られるようになる。1863年6月にフランクフルトで開催された労働組合会議に、 ライプツヒ労働者教育協会の代表として出席する。使用者と非使用者との協調が可能であると信じていた。当時のベーベルは、労働者は政治上独立の態度を取るべきであると主張するフェルディナント・ラッサールに反対していた。ラッサール死後の1864年10月に、ライプツヒで開かれた第二回労働組合会議で、ベーベルは議長となり、 労働組合会議の常任委員に選出された1865年ライプツヒで行われた多くのストライキで調停を試みるが、この際、有名な自由主義者たちが日頃の言動を裏切り労働者の要求に反対を示していることを発見した。1865年9月シツットガルトでの第3回労働組合会議の決議では、 ベーベルの所属する労働者協会組合とラッサール派の全ドイツ労働者同盟は実際の政策上の諸問題について同一の立場であることが確認され、1866年までに両組合員は普通選挙権の獲得のために協力すべきことが確定された。1865年7月にビルヘルムリー・プクネヒトがプロイセンから追放され、 ライブツヒに来たことがきっかけで互いに親友となり、リープクネヒトに眼下されてベーベルはマルクス主義者となり、翌年には設立されたばかりの第一インターナショナルに加入する。やがて、リープクネヒトと共に1866年にザクセン人民党を創設し、翌年には北ドイツ連邦議会議員選挙に出馬し、当選、1868年にアイゼナ派で、 ドイツ社会民主党を創立1871年からはドイツ帝国の国会議員となった。1870年、不仏戦争の最中に軍事交際の発行に反対したため、大逆罪、不敬罪によりリープクネヒトと共に逮捕、禁固刑に処される。1875年、全ドイツ労働者協会が豪多大会で合同し、 ドイツ社会主義労働者党が成立した。1890年、ハレの党大会でドイツ社会民主党に改名。1891年、フリードリ・ヒエンゲルス、カール・カウツキーらと共に、エルフルト公領の確立に尽力。1890年代以末、党内で修正主義論争が起こるが、1903年のドレスデン大会でベーベル、 カール・カウツキーラのいわゆるマルクス主義中間派が主導権を確立。1893年から死に至るまでドイツ、社会民主党の党幹部会議長を務め、帝国議会の議員も務めた。また、第二インターナショナルにおいても、指導的役割を果たした。1913年8月13日、スイスの保養地で滞在中に死去。チューリッヒで埋葬された。 はたのかなえ、わけ、ベーベル事助伝大覚見九1 9 2一年 3P。はたのかなえ、わけ、ベーベル事助伝大覚見九1921年 18P。はたのかなえ、わけ、ベーベル事助伝大覚見九1921年 40P。はたのかなえ、わけ、ベーベル事助伝大覚見九1921年 55P。 はたのカナエ、わけ、ベーベル事情で大網見書く、1921年 61p。ありがとうございます。